ミックスラジオ。こんばんは、立花乙美役内田真彩です。こんばんは、大山遥役花澤香菜です。テレビアニメミックスセカンドシーズン2度目の夏、空の向こうへをご覧いただきありがとうございます。毎回さまざまなキャストが出演してテレビアニメについてちょこっとお話をしていこうという番組です。はい、そして今回私たち2人がお送りします。ということで、そうですね、花澤さん、初ですね、初ラジオ。なんかこんな勇ましい気持ちになりながら曲がちょっとなんか書き立てるよね。書き立てるいいですよね。あんまり他で聞かないこの吹奏楽感というかね。確かにありますよね、うん、私は今日で3回目なんですけども、はい、あ、そうだよね。そう、もう本当に毎回人が違うから、うん、全然空気が違くて、うんうん、なんならスタッフさんの空気感も違うっていう、ね、みんなもう初めましてみたいな感じになるよね。毎度1回目の感じがすごい。そうだよね、なんか探りつつ。確かに、このさ2人の組み合わせもさ、一期の時とかも別になかったもんね。そうですね、ミックス一期はラジオなかったですもんね。ラジオなかったか、2期からだから。そうだ、やっとだからなんかこういうところで喋れる気がしますね、本当だよね、こう向かい合ってアフレコはずっと一緒にやってんだけどね。そうそうそう、4人はいつも一緒にやってるので喋っているんですけれども、うんうんうん、皆さんとねお話していこうと思います。お願いします。それじゃあ第5話のなんだ不審者を振り返りますかね。大丈夫、振り返るタイトル怪しいですけど怪しすぎない、まあ、この作品不審者多いですからね。そうなの、でさ、乙美ちゃんがさ不審者に囲まれすぎてんだよね、うん、そうですよね。そう、常に何かしらのおじさんがそう作品いるんですよ。そうでさ、動じないからさ乙美ちゃんがそれは寄ってきちゃうよね。そう、喋りやすい子ということでね、いろんな人が出てきて、今回も怪しい怪しい不審者がね、だいぶ怪しかったよ、いるという。そうなんです。今回現れた不審者に関しては、うんうん、まあその足立満先生の作品を読んでいる方は、はい、なんとなく、ね、この人かなっていうね、あ、終わったっていう感じもあったかなと思うんですけど、うんうん、こんな感じでたくさんこれからも出てくるよ、はい、いろんなね、あの知ってるからこそ楽しめるところもあるっていうね。みんなでも一緒に収録はしてないですけど、うん、結構私たち最後じゃないですか、収録が、うん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 、だからこう耳から聞こえてくるそのおじさんたちの声 が、ね、結構癒されてます、ね、あの不審者の、ね、声もねいい声だなってこれ私、うん、最初に聞いた時にすげーって思いました。私もすごいアニメで聞こえる。そうそうそう、ナレーションでたくさん聞いたことがあるこれナレーションじゃないよね。そうそうそう、もうなんかこの人がただものではないっていうことがね、うん、ひしひしと伝わってくるよね。そうなんですよ、そうすごい、なんかミックスはすごいなって、うん、いつも毎回豪華なんだよね。豪華ですね、本当に、うん、素晴らしいです、はい、でこの回はね、うん、次回第6話のあらすじなんですが、うん、甲子園以来となる明星対海王西の練習試合、去年の試合内容に納得できない海王西の監督と、うんうん、プレッシャーで力む部員たち、うん、投げ続けるトーマ、うん、試合を見ていた記憶喪失の男はということで、また不審者、ここにもねそう不審者が絡んでくるっていうあれまた今回もっていうね。そうですね、お楽しみにですね。来週土曜17時半からはテレビアニメミックスセカンドシーズン2度目の夏、空の向こうへ第6話をご覧ください。そして毎週テレビアニメの放送後18時半からはツイッターのスペースにてミックスラジオを聞いてくださいね、うん、次回はなんと、うん、大山五郎役楠木大典さんと、なんと私大山遥役の花澤香菜でお送りします。すごい、親子です。すごい楽しみすぎる。いやこれは私はさ、大典さんには昔からお世話になってますけど、うんうん、2人でラジオはやったことがないです。いや本当想像できないです。もうどうやって入ってくんだろうなこの後な、楽しい、いやーって入ってくる絶対おはよう。いやもう楽しみ、楽しみですね、必見ですね、はい、うん、お願いします、お願いします、うん、はい、というわけで、うん、この辺でお別れしましょうかね、はい、お相手は立花乙美役内田真彩と大山遥役花澤香菜でした。バイバーイ。